さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。さあ今日もどこのライブハウスよりも一番盛り上がっていくよ。しんちゃん今日は歌声が一番と伸びがいいな。なんか今日張り切ってるな。よし俺も負けてらんねえな。おい下手側のみんな、そんな盛り上がりで満足してんのか。キャー聖司様、あなたの情熱は私たちの消防じゃ消せません。あいつらここに来る服装楽しんでやがんな。シー君今日張り切ってるわね。強化強化っちも通常運転に戻って安心安心。よーしシー君も頑張ってるし、今日は特別バージョンのあれやっちゃおっかな。お強化筋肉痛になっても知らないわよ。久しぶりに強化っちの本気見れる。いくよー LOVE ラブリーシー君、 LOVE ラブリーシー君。出た強化っちの低空高速ペンライトかっこ両手振り。これステージ側から全然見えないにもかかわらず、こうやって影で応援してるっていうところがポイントなのよね。これ久しぶりにやったからすごい疲れた。強化やっぱりあなたオタクの中の鏡よ。また推し活女子界隈で有名になっちゃうよ。押谷さんのすごい姿見ちゃったな。シン今日の歌声最高だったぜ。こないだまで調子悪そうだったのにどうしたんだよ。なんかいろいろ吹っ切れてさ、リュウジさんのおかげもあるんだけど。なーに俺は何もやってないさ。リュウジさんそのおにぎり自分で握ったんですか。メジャーデビューの契約まであと少しだな。このまま突っ走んぞ。でもみんな気を緩めたらダメだよ。電話だ、ちょっと席を外すね。はいもしもし。ああプロデューサーお世話になっております。え、なんだって明日スキャンダルが報道される。それはメンバーの誰ですか。ボーカルのシン。あれ太一くんどうした、なんか浮かない顔してんじゃん。何か問題でもあったの。その実は今事務所から連絡がかかってきて、明日スキャンダルが報道されるらしいんだ。内容は人気バンド桜ボーイズのボーカル、実は裏の顔はファンを食ってるクズ野郎だって。はあ、なんだそれ、おかしいだろそのスクープ。おいシン、お前まさか心当たりあるんじゃねえだろうな。いやそんなことしてるはずないだろ。でもその心当たりがないというか。とにかく事務所に今すぐ来てほしいって言われてるから早く行こう。すやすや。どうしよう、僕のせいでもしメジャーデビューの契約がなしになっちゃったら。しんちゃんとにかく今は早く行こう。あれかな、やっぱり押谷さんといるところを取られたのかな。でもあれは普通に学校生活を送ってるだけだし。おお来た来た、お侍ボーイズこっちだ。いえ桜ボーイズです。とにかく話はじっくり上で聞かせてもらうからね。おや悪いけどメンバーじゃないサポートの人は帰ってもらえるかな。リュウジさんごめんなさい、ここからは僕たちだけの問題なので。シン、俺からのアドバイスだ。嘘をつかずにみんなにちゃんと説明するんだぞ。わかったな。はい、わかりました。それで担当直入に聞くけど、シン君、この写真のこの子は一体誰なんだい。本当にファンの子に手を出しているのかい。おいシン、この子マジでお前のファンの子じゃねえか。お前こっそりこの子に手出してたんじゃねえだろうな。聖司君落ち着いて、ちゃんとしんちゃんの話を聞こう。ちゃんとみんなにちゃんと説明するんだ。その子はただの学校の同級生なんです。それでたまたま同級生の子が桜ボーイズのファンで、それでいて僕のファンだったんです。でも実はその子僕の正体を知らなくって、だから桜ボーイズのシンとしては分かってないんです。なるほどね。ま、現役高校生だったらそういうこともあるかもしれないか。ただの同級生だということは分かった。でもこの子が君のファンだっていうことは君も知っていただろう。じゃあなぜこんな風に仲良くしているんだ。それが問題なんじゃないのか。
それは学校にいる以上どうしても関わらないといけない場面があって、とにかく本当にそのことは何もないんです。本当なんです。おいシン、どっちにしてもお前の意識が足りねえからだろ。何やってんだよ。お前のファンは他にもたくさんいるんだぞ。その子たちだって悲しむ結果になるの分かってただろ。聖司君落ち着いて。ごめん聖司君、そこは確かに僕の意識が足りなかったのもあると思う。どちらにせよ明日この報道が公に出る。ま、そこでファンの人たちがどう思うかだな。まあでもどのみち高校生活は限られたものだからな。卒業してしまえば問題はないだろう。こちらとしても君たちみたいな逸材を逃すわけにはいかないからね。よし、じゃあ君たち明日から共同生活を始めなさい。え？共同生活？プロデューサー、それどういうことですか？サクラボーイズメジャーデビュー企画の一つとしてシェアハウスを行うんだ。そうすれば女性の影もなくってファンの人たちも安心するだろう。確かに企画としてはすごくいいかもしれませんね。やった、みんなといるからギリギリまで寝れる。シェアハウスは事務所が用意するから、この報道に打ち勝ってメジャーデビューをバチッと決めてくれよ、お侍ボーイズ。だからサクラボーイズです。ち、今回はプロデューサーの顔に免じて許しといてやるよ。でもな、完全に許したわけじゃねえからな。うん、ごめんね聖司君。まさかみんなと共同生活が始まるなんて思ってもなかったよ。ああ、ついにプライベートまでみんなと一緒にいることになっちまったな。ねえねえしんちゃん、このうちちょっと探検しようよ。まずテレビがあって、こっちがキッチンで、この部屋はなんだろう。あ、ここはトイレだね。それでこっちが、ああ、多分お風呂かな。あ、やっぱりそうだ。こっちが、あ、洗濯機が4つある。どうやらちゃんとシェアハウス向きに作られてるみたいだね。俺たちのカラーに合ってないのはちょっと残念だけどな。そんじゃ今日からよろしくな。みんな僕が寝てたら起こしてね。しんちゃん、今日は疲れたでしょ。明日からもっと疲れることになるだろうから早く寝た方がいいよ。はい、そうします。それじゃあみんなおやすみなさい。はあ、ついに明日報道出ちゃうんだな。押谷さんになんて説明しよう。今日か、朝のスクープ見た？これって今日かよね。っていうか今日かっち、まさか C 君とつながってたの？もう言ってよ。 C 君が木村君で、木村君が C 君で、 C 君が木村君。はあ。ちょっと今日か、大丈夫？シェアハウスが始まったさくらボーイズ、そして C 君の正体が木村君だと気づいた京香ちゃん、果たしてこの後どうなっていくんでしょうか。 C 君が木村君で、木村君が C 君で、 C 君が木村君で、木村君が。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。